どういう状況だっけ？ ちんとね、前回のやつ見てからやれって話ですよね、本当に。はい、別日です。次、サラちゃんたちがヒントを使用して、誰がどこに入ってるのかを推理するターンだったよね。まあ、普通に考えたら、8番か6番を、ボタンを押すんだけど、さすがに推理間違ってたわ、みたいなことにはならないと思いたいんだけどね。色がついてない方に銀くんも緑も入ってました、みたいなことがない限りは、大丈夫だとは思うんだけど。じゃあ、8番。8番かな。正面の棺は8番。ここでヒント機能を使うか。使う。私は意を決して、ランプを押した。赤だ。赤く点灯した。助かった。赤ってことは、銀じゃねえ。あー、そっか。これ私ヒント使うの良くなかったか。銀くんこれ負け確か？え？それはやだな。え、だってそしたらさ、6番に銀くんが入ってるってもう確実に分かっちゃったじゃん。だから今回私たちのターンで、8番か9番のどっちかを押して緑を当てないと、確実に銀くんが負けちゃうんだよ。え、これ、やばくね？助かった。赤ってことは、銀じゃねえ。これが緑なら、勝ちだぜ。1回目のヒントで赤だった9番の棺と条件は同じだな。そうですね。本当なら、ここから話し合ってヒットする棺を選ぶところだけど、正直、今の棺か9番の棺、どっちかを選ぶしかねえよな。はい。なんでですか？なんでですか？なんでですか？ なんでですかってなんでですか？ 光る棺はまだありますよ。いや、そういう話じゃないって。もう、青は一個に絞られちゃったんよ。銀だったらどうするんだよ！確実に人形が入っている棺を選ぶべきだと思うんだ、サラ。いいのかな？それで。なんだ？なんだ緑？赤を選ぶってことは、ダミーズを選ぶかもしれないんだよ。跡形もなくなっちゃうのに、それでいいの？ それは 光らない棺の、アンズと蘭丸以外は、みんな選ばれる可能性があるんだ。きっとサラさんは選んじゃうよ。仲間を。緑目。何なんだ、この自信は。推理は正しいはずだ。追い詰めてるはずなんだ。なのに、なぜ恐れない？なんか根本的な根底が間違ってたりするのかな。なぜ、死を怖がらない？緑に、本当に恐怖はあるのか？いや、あったでしょ。メイプルちゃんに殺されかけたとき、焦ってたよね。本当に、推理は正しいのか？いや、そう思わせるための自信、かもしれないよ。いやー、もう何も信じられん。そうだね。それが、ダミーズの意地。やってくれ。私の命を、生きる者のために。やさかメガネ外した！よく言ってくれたけどさ。もう、みんな大好きだよ。
やだ。はい、勝ちます。銀を守ります。勝とうぜって言ってくれた車田さんは、勝ちます、勝ちます、絶対に。さあ姉ちゃん、さあ選ぶしかない。そしてここで当てる。緑を倒して勝つんだ。さあどっちにする？ 8 か 9。 うちには九太郎さんという仲間がおってたな。九太郎さんを信じて9番をやろうか。まあ九太郎さんの9ってアルファベットなんですけど。いきます。9番、決定。これだ。最初にヒントを使った9番の棺。私は自分の直感を信じる。緑を倒し、みんなを守る。私は棺を選んだ。おお、果たして正解は出るのか？お願いします。せっかくメガネ外してくれたのに。そんな。サラさん、買ってくれよ。キン君を守る。残念。ヒットしたのは早坂。そんな、早坂。私じゃなくて早坂が。どうなってやがんだ。早坂。また外してしまったのか。私は。これ8番選んでたら舞ちゃんだったのかな。緑に当たんないようにできてるのかもしれない、これ。いやー、もう、早坂、ごめん。ほらね、君は仲間を貫いた。まだついていないんです。ついてるよ。そうなんだよな。なんだと。冷静じゃないのは君の方だよ。ほら整理しよっか。光る棺は全部で何台ある？何を言ってるんだ。5台。5台だ。その通り。光る棺は5台。そして、ヒットしたのは、車田、ひな子、早坂。やっぱおかしいな。やっぱおかしいわ。おかしいおかしい。だってさ、5台のうちのどこかに緑が入ってる、銀くんも入ってるっていう話だったけど、そしたら舞ちゃんはって話になるよね。最初から言ってた気がするんだけど、やっぱり数なんかおかしいよね。合わないよね。ん？光ってない9つのうちの4つの中に緑がいるんじゃないのかって思っちゃうけど、あれ？いや、なんだろう、この違和感は。何に気づけてないんだ私は。いやー、ずっとモヤモヤしてるんだよ。なんか推理は進んでいってるんだけど、今までの君が死ねのメインゲームとかでやってきた、ああ、そっか、そういうことだったのか、みたいな、納得感が、この議論の中であんまりなくって、私。
その、ひなこちゃんが人間だったっていうことについては、納得なんだけど、で、その、ボイスレコーダーでアリスさんがうんぬんみたいなところは、すごい、しっくりきたんだけど、その、他の、その、大前提としての棺の、その、光ってる光ってないのところが、本当になんか、もやもやしてて、だから、多分何か勘違いしてるんだと思うんだよな。そして、ヒットしたのは、車田、ひなこ、早坂。君はさらに、9番の棺にヒントを使っているから、残ってる棺は、たった一つなんだよ。バカ、足に力が入らない。緑の説明は、正しい。これで、銀くんがさすがにいなくなるとは思えないし思いたくない。こんなあっさりした終わり方なんて絶対に許せない。もしこれで銀くんが本当にすぐ死んでしまうようであれば、ちょっと私は今回の宴での軽率な行動をマジで謝罪。つまり、確実に殺される。さっきの選択が、私たちの最後の選択だったんだ。私は、負けたのか。そうだよ。ほらほら立ちなよ、サラさん。君の役目はまだあるよ。役、ね。配線処理。僕の代わりにヒントを使って、銀の居場所を知らせてよ。別れの挨拶ぐらい、してもいいよ。別れ？これが、銀との最後？そんなの、そっか。申し訳なくて顔も見れないよね。よーし、主。もう君がやっちゃって。待って。やるから。やめて。じゃあ、早く。青が出るかな。赤が出るかな。ワクワクするな。頭が、回らない。信じない。え？嘘でしょ？本当？ちょっとここで銀くんが脱落したら本当に私立ち直れないんだけど。押すよ？いやもう信じないぞ私は。ダメだ。全く頭が回らない。使う。もう、何も考えられない。それでも、緑に言われるがままに、ランプを押した。うわぁだぁ！青く点灯した。よくできました。銀くんを当てたみたいだね。嘘だ。サラ姉ちゃん、僕は銀、やめてください。こんなのもう無意味です。緑、お前は十分楽しんだだろ？考え直してくれよ！金は、こんなに小さい子供なんだぞ！全然遊び足りないよ！もっと本当は遊びたいんだ！サラ姉ちゃん、
ない。ごめん。ごめんね。いいね。なんで、銀が謝るんだ。ごめん。ごめん、銀。私は、守れなかった。そんなこと、ないよ。ずっと、僕は、サラ姉ちゃんがいたから、怖くなかったよ。今だって、全然、ダメ。ダメだ!やっぱりこんな!みんなのこと、お願い、じゃあ。見つけてあげては。刑事さん、同意書。私は願いを叶え、アスナロへ献身することを同意します。緑。何?まだ命乞い?叶えてもらってない。同意書の願いを、私はまだ。うん。はぁ?お前は、私の願いを聞く義務がある。何言ってるの?デスゲームの結果をなしにするのは禁止だよ、サラさん。結果ならまだ出ていない。このランプは、ヒントなんだから。おかしいよ、君は。私は要求する。一度だけ、選ぶ先を変えるんだ。緑!君らしくない!ダサすぎる!ただのヘリクスだ!僕はフロアマスターなんだ!ルールを決めるのは、面白いヘリクスだね。主?一理あるぜ、緑。結果ではなく、過程を少しいじるだけだ。それに、もっと遊びたいって言ってなかったっけ?バカ言うなよ。それは君が判断することじゃない。ここを出してよ。僕が操作する。まだゲーム中、そりゃルール違反だ。主。何なんだこの人。なんで私たちに有利なジャッジをするんだ。だいたい家庭を変えるとは言ったけど、ここで願いを聞き入れれば、次のターンで私たちは確実に緑を当ててしまうんだぞ。それって結果を変えることになるんじゃないのか。終わらねえんだよ。緑、早くヒットする棺を選びな。2番。何?2番 ?2 番って、待ってよ!なんで私?いいから、早く2番をヒットしてよ。やだ!待ってよ!アンズ、許して!お願い!
死にたくない。緑、2番以外だ。アンズ以外の光らない棺を選べ。ランマル、いいの？私たち選ばれる可能性が。刑事の棺が選ばれる可能性だってある。そっか、だったら。うるさいな。2番だよ。主、さっさとやれよ。ご指名とあらば、仰せのままに。やめてー！アンズ！アルジーは棺を選んだ。さーて、棺には誰が入ってるのかな？これで、アンズちゃんじゃなかったら、びっくりだよね。いやー！助けて！助けてよー！死にたくない！死にたくないの！さすがにアンズちゃんだよね。くそ、すまねえ、すまねえ、アンズ。アンズちゃん。いやー、残念。ヒットしたのはアンズ。やれやれ。どんな気持ち？サラさん。君の願い事で、今度はアンズがぐちゃぐちゃだ。ごめん、アンズ。ごめん。私は、許されようとしてるのか？自分は今、明確な線を引いたんだ。銀を救うために、ダミーズを犠牲にした。人間が生きるために、人形を切った。もう、ごまかしは、できない。構わない。もう鬼だろうが何でもなってやる。お前だけは絶対に倒す。次の選択でとどめを刺すんだ。ああ、もうそれしかねえ。ダミーズの無念を晴らすんだ。ここで銀君を救うんです。地獄に落ちやがれ、緑！みんなへ謝ってもらうから、こんな奴に負けたくないや。あっそ、できるといいけど。やってやるさ。始めましょう、最後の話し合いを。進展、最後の賭け。さあ、気になってることは一つぜよ。残った9番の棺をヒットするかどうかぜよ。残ってるのは8番だよ。どういうことにゃ。どう考えてもするしかないにゃ。だって光る棺は2つしか残ってないわ。しかもヒント付きにゃ。青の6番の棺に僕が入ってるなら答えはもう出てるにゃ。まっすぐ考えればやっぱり8番に緑さんは入ってますよね。でも緑はなんであんなに自信満々なの？まるで負けると思ってないみたい。緑がアンズの棺を選んだ理由は気にならねえか？なんとか
ヒントをうまく使う方法はねえのかな。いいか、俺たちに失敗は許されんぜよ。ダミーズの無念も背負ってるぜよ。ねえねえ、主はどっちの味方なのか考えなくてもいいにゃ。光ってない棺の中に緑がいる可能性全然あるんだよね。その左右の棺の違いは何っていうのが、その光る棺か光らない棺かの二択だったんじゃないかっていう思っててさ。え、舞ちゃんの棺ってなんで光ってないんだっけ。そもそもなんで舞ちゃんの棺は光ってないことになってるんだ。8番が舞ちゃんなんじゃないのかなって思ってるんだけど、違う？主が終わらねえんだよって言ってたのにも引っかかるし、でもこれ気づきたくないよね。もしさ、光ってない棺の中に緑がいるんだとしたら3択になっちゃうんだよね。1/3？ ちょっときついよ。だから多分光ってない棺って、蘭丸くんと、アンズちゃんのやつと、その刑事さんが入っていたであろう棺の3つなんだよね。だから、舞ちゃんが光ってない棺の中に入っているって考えるのがおかしくて、で、銀くんがこの光ってる6番に入ってるのは分かってるから、残りの綺麗な棺が、蘭丸くん、刑事さんが入ってた棺、緑が入ってた棺になるんじゃないのって思う。それが多分正しいと思うんだよな、考え的には。左右の違いは触っても見た目でも分かんなかったっていうのは、あそこで灯籠を使ってればもしかしたら変わったのかもしれないけど、使えなかったからな。だから気づきたくないけど、緑が入ってる棺を当てる確率は1/3でしかないと思う。8番は確実に舞ちゃんを殺しちゃう気がするんだわ。うん、そっちの方がなんか辻褄が合う気がする。とりあえずじゃあ引き出しましょう。まっすぐ考えれば、やっぱり8番に緑さんは入ってますよね。普通だったらもう答えは出てるんですが、やっぱり何かおかしいです。もしも緑さんがここまで見越していたら、カンナたちは叶いません。一体どこまで深く考えられていたんでしょうか。カンナ落ち着くんだ。相手には全くミスがないんでしょうか。思わず言ってしまった不用意な発言とか。不用意な発言か。主の発言かな。終わらねえんだよって。もともとは俺たちを殺すために用意されたのがダミーズだったが、んなもんもう関係ねえがじゃ。車田、ひな子、早坂、アンズ、結局最後はみんな仲間だったぜよ。その重さを奴に思い知らせるんだぎゃ。九太郎さん、緑がアンズの棺を選んだ理由は気にならねえか。緑からすれば、それはどこを選んでもいいんだけどさ。もしかしたら、アンズの棺じゃねえといけない理由があったんじゃねえか。猫さん、それは一体、それは、やっぱり、アンズの棺だけ初めから中身が分かってたからってことになるよな。確かに、唯一アンズだけだ。そうなんだよ。ねえねえ、主はどっちの味方なのか考えなくてもいいにゃ。僕はあいつを信用しちゃダメだと思うわ。公平なふりして本当はワカメ頭の味方をしてるわ。それにちびっこだって疑いたくないけど、悪いやつだったかもしれないにゃ。いいだって、そうでしょ、あのちびっこはワカメ頭と協力しなきゃ別人として潜入できないはずじゃ。確かにそうだな。主もひな子も緑の味方なら、この宴のためにいろいろ用意していた形跡があるかもしれない。あーん、なんとかヒントをうまく使う方法はねえのかな。貴重なヒントだ。使うのがもったいねえのはわかるけど、なんかきな臭いんだよ。どこかにヒント使うしかねえって。緑はなんであんなに自信満々なの？負ける、まるで負けると思ってないみたい。サラちゃんが同意書のことを持ち出したとき、緑は動揺してたよね。なのに今、平然としてる。それは、8番を選ばれても死なないから。死が怖くないなんて嘘。負けない確証があるんだよ。
負けない確証か。どこで討論だこれ。バカめ頭と協力しなきゃ別人として潜入できないはず。負けない確証がある。ヒント。ひな臭い。思わず言ってしまった不用意な発言。俺がこの手で全員生き返してやりたかったぜよ。くるん、九太郎さん。はじめから中身が分かってたから。あー、この中で討論させるんだとしたら、意見が食い違ってるのは九太郎さんと銀な気がするけど。ここ討論になるのか？みんな仲間だったぜよ。ちびっこはわかめ頭と協力しなきゃ潜入できなかったよな。合ってるね。筋肉ゴリラ、騙されちゃダメにゃ。なんでよ、銀。みんな仲間って言うけど、ちびっこは、もしかしたら敵かもしれないにゃ。そうだが、ひなこだって、殺されて。僕だって、信じたいけど、それで答えが見つかるわ。本当に勝てるにゃ。すまねえ。もう一度考え直させてくれぜよ。九太郎さんが発言し直すみたいだ。なるほど。そうぜよ。ひなこは敵だったかもしれねえんだよな。でも、だったらなんぜひなこは殺されたぜよ。わからんぜよ。最後ひなこはなんて言おうとしてたぜよ。思い出せねえなんて情けねえぜよ。思い出せない？だったらまたあれが使えるかもしれない。灯籠か。こっちじゃなくてこの灯籠かな。はい。また思い出す手助けをしてくれるぜよ。はい、この灯籠を見てください。どう？え、おー、なんだか思い出してきたぜよ。よし、さっきみてえに気になる発言がねえか考えてみようぜ。え、何この振動。嘘でしょ。まさか、なんで私が、この、この日、なんだろう。ひなこは、この日って言いかけて殺されたぜよ。もしかしたら、人殺しってヒントを出そうとしてたんじゃ。これを発言に加えてもらおうか。ちょっと待ってね、他のやつも見ようか。なんで私が、ひなこは嘘でしょう。まさかなんで私がって、自分の身に起きたことが信じられないようだったぜよ。うん、発言に加えてもらおうか。いや違う、なんで私がか、この日のどっちかだと思うんだけど、さすがにこの日じゃないのかな。ここが気になるよね。火の後何を言おうとしてたのか。火よりそう、人殺しかな。九太郎さん、それを発言に加えてください。ざっつり了解せよ。あ、これが不用意な発言ってことか。ひなこの発言を思い出せば何か見つかるんやろか。ここかな。じゃあカンナちゃんとキュー太郎さんかなと思うんだけど、どうだ。よし、今なんて言いましたか。この日ってあの、変なこと言うかもしれませんが、ひなこさんは、もしかしたら、人殺し、ではなく、この、棺は、と言いたかったのかもしれません。棺？なるほど。棺？はい。ひなこさんは、みどりさんと協力してたので、自分の棺は選ばれない予定だったんじゃないですか。けど、選ばれちまった。
裏切られたんです。どういうことだ。選ばれないと思ってた理由、サラさんは分かりますか。それは目印がついていた番号を知らせていた光らない棺だったから。え？目印がついていた知らない棺だったから番号を知らせていた。この中で一番っぽいのは光らない棺だったからなんだと思うんだけど、ひなこちゃんの棺光ってたもんね。ん？光らない棺だったからだ。それなら初めから選択の対象から外れる。けど、ひなこの棺は光ってたぜ。あれ？それじゃあ、この考えは、外れ。外れ、なのか。やっぱなんかおかしいんだよね。サラ姉ちゃん、ひなこは、ホットココアを持ってたんだよな。まあ、で、俺の棺にバシャーって。そもそも、ひなこがホットココアを持っていた理由は、自分の棺にかけるためだったんじゃないのか。にゃあ！じゃあ、それをごまかすために、俺に。道理で何杯もココア用意してんなって思ったんだよ。なあ、それ怪しいわ。最初に言えにゃ。終わり。主、一つ教えてくれ。何かな？この装置の準備中に、お互いの棺を交換することは可能か？うわー。そりゃあできるだろうね。なんやと！ロックをかけたのは開始の時だったろ。それまではどうぞ皆様ご自由にってわけ。じゃあもしかすると異変が起きたのは宴が始まる直前、すべての棺が地中に埋まってた時だ。あの時、緑は新品の棺から出てきてひなこを呼んだ。ひなこの棺と自分の棺を交換するために。なんだと、めちゃくちゃずるじゃねえか。でも、どうしてひなこちゃんは交換したんですか。きっと仕掛けについてすべてを知ってたわけじゃなかった。まさか本気で裏切られるとは思っても見なかったんだ。さあどうだ、緑。ん？交換なんて予定外だったんだろう。お前は最初純粋に勝負を楽しむ気だった。だが死ぬのが怖くなった。だからひなこを呼び出し入れ替わったんだ。だから、何？なんか勝ち誇ってるみたいだけど。それが分かったからって、どうなるの？え？ひなこと入れ替わったんだから、お前は光らない棺にいるはずだ。三つ、あるんだよ。ほら、見てみなよ。君は光らない棺三つのうちから僕を当てなきゃいけない。そしてもう手がかりはない。そんなはずはない。そっか、最後にヒントが使えたね。どれを選んでも赤が出るだけさ。なんだと。せいぜい話し合ってみなよ。言われなくたってやってやるさ。進展、光らない三つの棺。
みんな、黙ってちゃダメだ。とにかく、推理通りなら、残る三つの光らない棺、どこかに、緑はいる。緑は、もともと雛子が入ってた棺にいるってことだよな。光らない棺の中には、刑事さんの棺もありますよね。やっぱりヒントを使うしかないにゃ。うん。